ロイヤルエクセルムスクロンはベルギームスクロンに本拠地を置くプロサッカークラブチーム。2010年春、RE ムスクロンと RRC ペルーエルスの破産に伴ってロイヤルムスクロンペルーエルスの名で設立された。2016年夏に現在の名称に改名。2010年、RE ムスクロンのフロントは クラブの解散後 RRC ペルウェルツのフロントと合併の可能性について話し合い5月11日に合意に至った新たに設立されたロイヤルムスクロンペルウェルツは RRC ペルウェルツの地位を引き継ぐことになりクラブカラーも RRC と同じ赤と青に決定したムスクロンペルウェルツは4部リーグからのスタートとなり2011-12シーズンに3部への昇格を達成した ベルギーカップは6回戦で、ジュピラープロリーグ所属のケーベールスホット AC に、PK 戦の末に敗れた。3部で優勝を果たし2部に昇格。翌シーズン2部を2位で終え昇格プレイオフに参加するも、敗れた。2013から14シーズンは4位で終え再び、昇格プレイオフに参加、昇格を達成した。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた。 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。